男女横断、両共同、独断禁言、こらまたそういう。日本人は見た目を気にしすぎるというのが錯覚で、実は白人を中心とした海外の人たちの方が見た目重視、顔形で相手を区別判断する文化が根付いています。アジア人への差別はその顔立ちを疾病や危険とみなしてしまう本能が由来で、飛び出た目、バセドウ病、平たい顔とつり上がった目、ダウン症、全体的に醜いバランス、ハンセン病のような早期への老いにつながり、無視する、隔離する、攻撃する、といった行動の端緒となっています。立社特撮ヒーローの顔の一部が人間のまま露出している欧米作品に対し、フルフェイスマスクで覆ってしまう日本の作品を見るたび彼らは、醜いと自覚しているから隠すんだねと納得しています。日本人女性はモテモテだよ、という反論も出てきがちですが、常にキョロキョロ周りを警戒する非捕食者、すなわち草食動物と印象の重なる飛び出た目を持つ日本人女性は、弱き者、庇護すべき者、従順なメスに見えるためモテます。一方、食べられてしまう側の特徴を持ってしまった男性は繁殖のパートナーとして選ばれず、これこそアジア人男性の持てない理由第一にして最大のものとなります。本来です。反対とは力強く支配的で、攻撃する側、食べる側、つまり肉食動物に通じる狩人の目つきを指します。ロリアースカルトは、同じく力強さに溢れた天使の骨格を持つ頭の形を指します。その定義を解説します。反対、尾骨のすぐ下の奥まった位置にある目、横長かつ上まぶたが見えず、目尻はややつり上がり気味。獲物に狙いを悟られない機能を持つ肉食動物と見る、ロビアースカル。大きく横に張り出した頬骨と下顎。横幅が広く骨っぽい顔つきで、その検証は正面と横顔方向における大きい印象によって判断される。まぶたごと飛び出て、左右に大きく離れて、横の長さがない目は草食動物や虫の特徴と一致するため、男らしさとは程遠く、嫌悪と忌避の対象にされます。獲物に狙いを悟られないよう組まっている肉食動物系の横長な目にこそ圧倒的支配者感を得て、ウーマンリブ以降自立心旺盛な海外女性もそこに見かれます。日本では縦長な細表をイケメン扱いしますが、外国人はパターンと貧相に見える弱々しい印象を嫌い、がっちりした顔形に強くてモテる男性像を見出します。正面顔の整い具合でのみ美醜を判断し、横顔の造形を無視してきた日本人男性はこのことをまるで理解できず、モテないと悩みますが、実に単純なことでした。日本語でハンターと検索しても容量を得ません。ハンター、アイーズで探ってください。いかにこのイケてる目つきと骨格を得るために真剣かわかります。アジア人の釣り上がった目はハンターと共通するのですが、平たい顔、丸が目から上へ大きく離れて上まぶたぷっくりでは絶望的にオスとして世界なのです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくどうぞ。